2024年東京 MX 放送予定の千葉県を舞台にしたご当地アニメ超普通県千葉伝説が放送決定。低予算ご当地アニメのパイオニアがついに印西市でも制作開始。それに伴い印西市にゆかりのある新しい仲間を募集しております。ご当地の人で作り、ご当地のことを発信していく柏市、松戸市、千葉市、今も活動範囲を広げ続けている企画団体できるまちプロジェクト。本日は印西市のアニメをどういうものにしていくか決める大事な企画会議の様子をご覧ください。よーし、じゃあ印西アニメをどうするか会議を始めるぞ。はい。そもそも印西市ってどんなところなんですか？お、いい質問だな。印西市は千葉くんの目あたりにある市で、東京にも空港にも1時間くらいで行けるかなり便利な場所にある。人口は2023年の段階で11万人を突破。千葉ニュータウンを中心に今も増え続けている、いわゆるベッドタウンってやつだ。ショッピングモールとかもやたら増えましたよね。商業都市としても栄えてきているが、今はなんといってもデータセンターがどんどん増えてきているのも特徴の一つだぜ。データセンター？日本国内にとどまらず、世界中のデータセンターが今印西市に建てられている。理由は地盤が固くて地震などの災害に強いのが最大の理由と言われているのだ。それは住む人にとってもいいですね。その通り。だから印西を支配すれば世界を牛耳ったと言っても過言ではない。なるほど。つまり我々が印西市でアニメを作ることはかなり重要なミッションとなる。でもそれって僕たちの都合で、印西市はもう十分満たされている気がするんですけど。確かに印西市はもう独立国家にできるんじゃねえかってくらい利便性も生活水準も高い。唯一目立つ欠点といえば電車の運賃が高いくらいだ。それもこの間値下げしましたしね。なので別の市から見る印西の印象を聞いてきた。いつの間にそんなことを。 VTR スタート。演出が古いですね。え、印西？あー、よく知らねえな。データセンター？あ、やたら広いホームセンターなら何度か行ったことあるぜ。印西は鎌ヶ谷と同じくらいの人口なのに、なんかキラキラしてて陽キャって感じよね。やっぱり千葉ニュータウンって名前がいいのかしら。どうだ？あまり参考にはならなかったような。実は印西市内でもアンケートを取ったのだが、ぶっちゃけあんまり違いがなかった。本当ですか？言うなれば他のベッドタウンと同じで、住んでいる人間たちは自分たちの町にあまり興味がねえってことだ。まあベッドタウンっていうくらいですからね。なので我々の作るアニメは印西の人が印西に興味を持つアニメにする。なるほど。具体的にはどうするんですか？まず制作チームを印西に縁のある人を募集し、自分たちで自分たちの町のアニメを作れるようにするなら。それって今までやってることとあまり変わってないよな。さらに視聴者のターゲットを子供から若者に絞る。レトロなネタやパロディもやらない。それは今までとだいぶ違いますね。印西市が今どんな情報を市民に知ってほしいのか、逆に市民がどんな情報を欲しいのか相互にリサーチし、それをアニメで発信していくのだ。アニメを使って分かりやすく欲しい情報を伝えられるようにするってことですね。その通り。じゃあ僕らの出番は今回限りですね。え、なんで？だって超普通シリーズとは切り離して作らないといけないじゃないですか。柏
完全に新シリーズのアニメにしないと。あー、そうなっちゃう？印西くんをメインで使うと使用申請なんかも大変だから、別で新キャラも作らないとですね。え、ちょっと待って、それじゃあ印西制服は？来年度から始動する印西オリジナルアニメ企画、現在企画からイラスト制作、漫画制作、動画編集、音楽制作、その他一緒にアニメを作る仲間を募集中。お気軽にご連絡ください。